守りのお二人からそれぞれの別の佐野さんの攻めに向けて質問したいことを、はい、はい、ではまず水湯さんから、はい、すごい真面目なやつで守るたえー、ば、なんでそんな噛む分守る立場になったら何から守りますかっていう、はい、何から守りますか、何から守りますか、流星さんにお願いします。はい。守る立場になったら何からな。まあ、むず。簡単やな、今。冷静に動揺してます。パッと浮かばないっていうのは多分守る立場になれない人なんですよ。守るっていうのはそのさっき言ったその安心感とか結果で守ってるっていう意識があるんで、自分が自分から動いてるというか。自分のやりたいことをやってそれがみんなの守るにつながればいいなっていうテンションなんで、守る立場になったら想像できなすぎて、守る立場って言うんですか、攻めの星に生まれてるでは小田さん、天童さんに、はい、はい、これが一番気になりました、はい、タトゥーの総額確かになんでちょっと総額って考えたことないですけど、どうなんですかね、100万いかないぐらいじゃないですかね、多分、意外とそんな行ってないですね。僕ちょっと天童さん の、はい、あのこの腕のタッチのタッチ超好きで、はい、堀さん教えてほしいなってずっと思ってます。まあ流星と同い年で、まあずっと仲良くやってたと思うんやけど、一緒に働いてて、もちろん尊敬してるところもあれば大好きなところがあるから一緒に働いてると思うんやけど、直してほしいところは、おーこれでも面白いな。これ僕と流星が、はい、一番バックルームで座ってるんですよ。はい、言えないんですけど、もうちょっとフロア出てほしいですね。あそこアシスタント使って流星後ろでサッカー見てるみたいな、僕もやっちゃうんですよね。はい、行けるんですよ、めっちゃ行くんで、はい、でもお互いそこ直せたら多分もっとサロン回るかな。あのまあ黒歴史というか、いろんな天童さんを知ってるんですよ。まあ聞かされただけですごい、ね、まあ、言えないんですけど、そういうすごいことをやっていた天童さんがブチ切れたらどうしよう。ブチ切れたら、でもブチ切れられたことあるから、でもないよ。あ、いやでもあの本当に見た目の割にはすっごい穏やかなんで、マイルド、うん、マイルド、うん、ブチ切れたら、いや大丈夫、そんなダメ。そんな深い理由なんですか、高騰したんで。なんかこう許せないっていうスイッチってありますか、サロンの時とか。でも大事にすべきところを大事にしなかったとき、なんか人として大事なところ、礼儀として大事なところ、大切な人を守らなかったところとか、そういうところですね。いい男一言ずつ書いて、これは同じサロン内で、はい、はい、攻めの方から、こうたくんのいいところはこちらです。悪口を言わない。はい、なんかこうなんか迷ったんですけど、常に一定というか、なんかその浮き沈みがあんまないっていうのも一つあれなんですけど、でもダントツで今まで感じたのは、なんだろう、違うことは違うっていうし、曲がってることだったらそれは違くないってしっかり言えるんですけど、やっぱ誰一人にも悪口を言わない、会ったことないですね、こんな悪口言わない人。本当になんか言わないですね。なんかだからそういう人と僕もやっぱ毎日一緒にいて、なんか悪口って本当に意味ないし、何の時間なんだろうみたいな、なんかこうたから学んだ気がして、なんか結局みんな幸せでいいってもう口癖のように言うんですよ。みんなすごいでいいじゃんとか、結構なんかこうみんななんかこう競っちゃうサロンなんで、なんか誰々が今日10万買って、ちょっとこう今月10万買ったからちょっとなんか偉そうにしたりとか、なんかこう結構やっぱ若いから、やっぱこう今までなんかどっかで結果出したことがない人たちもいるんで、やっぱそこの立ち振る舞いに困るんですよね、結果出した人が。コウタはなんか
別に多分今まで結果出したこととか特にそんなないよね。わかんないよ。そんななんかこう、そうっすね。なのになんかなんだろう、なんか立ち振る舞いが一定というか、なんかずっとこうみんないい、みんないいでいいじゃんみたいなのをやっぱその大事な時に発言できたりとか、あとはなんかちょっとこう調子乗っちゃってる人に対して、したらなんか差しでご飯行ってこれこれこう言ってきたっていうのを俺に報告してくれたりとか、なんか俺がこう言うと威圧感出ちゃうところをコウタがやっぱこうなんか別にそんな結果もこう競ってる時とかでも、なんか自分が例えばちょっと負けちゃった時とかでも、やっぱそのしっかりどんな立場でも同じ発言ができてるっていう、唯一もベレーザに一人しかいないなっていうところで、もうなんかこれがもうコウタを一言で言うとこの人、こういう人ですね。あれめっちゃ言わない人めっちゃいいやつだね。120% 引き立て役に回ることができるっていうのがあって、まあ、例えば、まあ、一緒にいる時でもこう僕を引き立てるためにはどう立ち振る舞うべきかみたいなのをちゃんと分かった上で動いてくれたりとかするっていうのもまず一つあるのと、まあ、彼自身を自分自身を引き立てるために自分はどういうマインドでいてどういうふうに動くのかっていう自分の見せ方も知ってるし、で彼よりも後輩を引き立てるために、例えばお客さんがアシスタントと一緒に売っててアシスタントの子のキャラクターを引き立てる方法も知ってるんですよ。だからなんかいろんな人の背景になれるっていう、その人を映えさせる背景になれる人なんですよ。シールドの背景なんだ。基本いたみたいな。もうそこは変わらない。じゃあ僕から、はい、本当にもう一言の重みに、もうあの僕がそれこそ何でしょう、すごいこれはこうでこうでこうでだからこうした方がいいよねっていうのをもう一言でこれじゃないって言ったらもうそれで完結しちゃうんで、天童五郎本当にその言葉の重みが全然違うっていうか、一撃で終わる。あとじゃない、8割あとなんででもそれが本当にあの心に刺さるから、もうそれであの成り立ってるんだろうなっていうのですね、はい、なんでぐにゃぐにゃ曲がらない、もう常にストレートしか投げないっていう感じなんで、一生カーブは投げないんだろうなっていうのがもうこれに繋がってるんだなっていう。なんか僕その先輩に怒られたりとかした時に結局なんやねんって思うことがすごい多かったんですよ、なんかいろいろ時間かけて説教してくれてるけど結局お前何が言いたいねんと思ってたからこれ見てる先輩って言われたでもそう思ってたんですよ正直で、結局こうやって人の上に立たせていただいた状態になった時に思ったのが、怒っらなきゃいけないけど、なんて伝えたらいいのかわからないっていうのが多分グニャグニャなる理由だと思うので、グニャグニャならないためにその子の心にバシッて一言で突きつけるには、その子をやっぱ知ってないといけないんですよね。この子にはこういう言い方が響く、この子には違う言い方の方が響くっていうのをみんなの分こっちが理解していれば、同じことを伝えるのでも伝え方は違くて、だけど一言でバシッバシッバシッで響いた響いた響いたってなるようにみんなを観察してるっていうのは、絶対だよ。おお、有言実行ですね。だけど流星はやるって言ったこと絶対やるんで、それでみんなついていってるかなっていう感じですね。うん、でもその言葉を人間にした感じだね。そうなんですよ。あの1000万やった時も、もう毎日のように、2月の時にもう1000万やるって言って、もう3月も毎日1日の売り上げをこんな大きいなんか、ポスターみたいなとこに今日いくらみたいな、あといくらみたいな、もう店単位でやってたんですけど、もう本当に行っちゃうとは誰も思ってなかったね正直。いや、なんかすごいこういう生き方、有言実行って生き方って私だったりとか、もしかしたら守りのお二人からするとすごいプレッシャー
そう。もうかかる人生で大変なんじゃないかなと思うんですけど、ゆうさんはどうですか、それすらも。いやでも、そうですね、1000万やった時とか特に毎日同じ夢見て、で、なんか途中からまあ、なんかみんなざわざわし始めて、行かなかったら流星マジ美容師やめんじゃねえかなって思ってました。でなんか予約とかもなんか予約をなぜかキャンセルされた夢見たんですよ、はい、レンちゃんっていう人にいて、でその朝にレンちゃんの連絡がつかんで、まあ、予約キャンセルすんなよって、えみたいな、で夢だったんですよそれも、だからそんくらいなんかもう僕多分こうやるって言ったら、だからもう集中しすぎちゃうというか、だからこそ逆にその有言実行できなかった時の反動がやばいんですよね。あ、だから多分行かなかったら多分本当に美容師辞めてたし、多分1年くらい立ち直れないくらい、多分なんかそんくらいこう結果にコミットじゃないけど、言ったからには絶対やるし、なんか言ってることもどんどん大きいことばっかり言ってとか、なんかリクエスト DJ さんとかでも、はい、まさになんかいつもやりますとか1年前に言って、うん、記事で言って、なんか業界全員にいつもやるらしいみたいな、なんか本当かよみたいな感じになったけど、だからなんかそういうなんか自分を追い込む、うん、そのトラップみたいのは、うん、やっぱこう自分は仕掛けていくっていうのはもうずっと昔から変わんないですね。やらないことはやらないことをやるって言ってる時って多分こうたも気づいてると思うんですよ。リュウセイこれ絶対やんねえなとか、それは多分みんな分かってるんですけど、やるってなった時のは多分それなんかもう全部が変わるんです、ね、生活が全部一転するんで、なんかそういうやっぱその時期というか、なんかそういうなんかそういう人間ですね。やるって決め、多分やるって多分次なる時いつだろうとか思いながら毎日過ごしてるんですけど、逆になんかそういうなんか結構最初言ったようにこう気分屋なんです、ごいやることはやるけどやんねえ、本当やんねえんで。バッテリーということで、最後に攻めの方と守りの方のそれぞれの思いだったりとか感謝していること、または応援メッセージみたいのをそれぞれのパートナーにこの野球部に変えてちょっと渡してもらえたらなと思うので、それぞれ皆さん一つずつあ、どうぞ。話題でも感動の場所。誰も入社せえへんからせーの違う違う僕がもらったメッセージはこちらです。僕がもらった言葉はこちらです。今大事に思うものと5年後大事に思うものと10年後20年後大事に思うものって全然違うと思うんで、まあぶらさずに今思ってるものを大事にしなくなるのも違うし、大事なものってどんどん増えていって多分荷物がどんどん増えていくんやけど、その荷物は多分まあ俺も一緒に背負ってやるから、あの大事なものを大事にできる人間になってください。心に刺さりますもう一撃で決めてきたなっていう、もう天道語録が詰まったのがこれだなっていう感じなんで宝物にします。まあ右を見たらもう常に僕がいる、で、まあ、左にいる時もあるし、まあ、後ろが、まあ、ないとは思うけどいなくなっても僕だけは一生味方でいるから一緒に走り続けようねっていう安心感を与えれるように送りました。ありがとうございますでもまあ彼には僕の前に走ってもらうつもりでいるんで、右斜め前ぐらい走ってお願いします。僕がもらった言葉はこれです。向き合って、僕がもらった言葉はこれです。ベリーズに入って美容師人生が180度変わったかなっていう、まあ、まだこれからだと思うんですけど、それを一緒にやっていけるっていう、その友達と一緒にやっていけるっていうのは美容師になってよかったなって思う一番のものかなって思うんで、誘ってくれなきゃできなかったんで
それをかけました。僕が送った言葉は日本一の笑顔と日本ニコちゃんマーク。あのコータはあのニコニコ平野っていうアカウントでやってるんですけど、あのなんだろう、コータにはずっと笑っていてほしいなっていうのもマジで思ってます。まあてっぺん取ろうよっていうのは、まあ、てっぺんって多分いろんな定義があると思うんですけど、まあ、僕らの中でご満足した美容人生を送れるようにあのやっていこうよっていう意味になります。特に比較対象とかはないんですけど、自分たちが満足できる美容人生を送ろうっていう意味を込めててっぺん取ろうよって言ってます。はい。